仙壇は、仙壇か仙壇族に分類される、落葉香木の一種。別名として、アフチ、オウチ、オウチ、アミノキなどがある。薬用植物の一つとしても知られ、果実は霜焼け、樹皮は虫下し、葉は虫よけにするなど、薬用に重宝された。また、香木の仙壇は、インドネシア原産の白檀のことを指し、仙壇の方は特別な香りを持たない。ヒマラヤ、 中国、台湾、朝鮮半島南部と日本の熱帯、亜熱帯域に自生する。日本では本州、伊豆諸島、四国、九州、沖縄に分布する。温暖な地域の海岸近くや森林平原に多く自生する。庭木や公園、寺院、街路樹にも植えられていて、しばしば植えられたものが野生化もしている。落葉公木で受高は5から20メートルほどで、 成長が早い。枝は太い型で、四方に広がって伸び、傘状あるいは、えのきに雰囲気が似た丸い樹形の大木になる。なりきの幹は、目通り系で、約25センチメートルほどになる。若い樹皮は、暗緑色で、楕円形の白っぽい皮目が多くよく目立つが、太い幹は、黒か四色で、樹皮は縦に裂け、顕著な凹凸ができる。夏の日の午後は小杖に、 クマゼミが多数止まり、樹液を吸う様子が見られる。葉は2回奇数羽上複葉で固成し、1枚の葉全体の長さは5 0トル以上ある。醤葉は3から6センチメートルの長さがあり、葉芯は先が尖った卵状楕円型で角質で薄い。葉園に浅い巨子があり、さらに大きく切れ込むことがある。花は初夏で本年枝の溶液から果樹を出して、 泡紫色の五弁の花を多数、円錐状につける。花序の長さは10から20センチメートル。花弁は長さ8から9ミリメートルで、表が白色、裏が薄紫色で、10個あるおしべは小紫色をしている。花は美しさが感じられ、アゲハチョ鳥類がよく訪れる。なお、クマグスが死の直前に紫の花が見えると言ったのは、 先端のことと言われている。柿は秋。果実は、長径17ミリメートルほどの楕円形の角化で、晩秋に、気化色に熟す。秋が深まり落葉しても、しばらくは小杖に果実がぶら下がって残るため目立つ。果実は、果肉が少なく角が1センチメートル前後と大きく、上から見ると星型をしている。果実は、ドリやカラスなどの鳥が食べに訪れ、種が運ばれて、 空き地や道端に野生化することもある。しかしサポーニンを多く含むため、人や犬が食べると食中毒を起こし、摂取量が多いと死亡する。糖芽は落葉後の溶液に固成し、半球状で細かい毛で覆われている。溶根は、頭症型や T 字型で、遺憾タバコンは3個あり、白くて大きいのでよく目立つ。糖芽がついた枝先には、正常毛が残ることもある。葉や木材には、 弱い方向がある。背が高い上に、新芽、開花、未生落葉と、季節ごとの見かけの変化も大きく、森林内でも目立ちやすい。公園樹で落下した果実を再植する、つぐみ樹木は、街路樹、庭木、公園樹に植えられている。枝は横に大きく被さるように出ることから、街路樹としての機能性に優れている。材は、建築、器具用材、家具にもなり、下駄の材や、 仏像彫刻に使われたこともある。民儀材と書かれているのはこの戦乱のこと。ケヤの模擬材として使われることもある。また核は、樹図の玉にする。材を林業として利用する場合は、苗を植えて15から20年で木材に製材できる。このため日本の熊本県天草市では、中山間地域にある工作放棄地の活用策として、植林されている。果実は、 生薬のクオーチコもしくはカワオーチコと称して、日ビ、赤切れ、霜焼けに概用し、成長薬、鎮痛剤として煎じて内服した。樹皮は生薬のクオーチ側と称して、苦虫剤として煎液を内服した。樹皮には、組成分があり、量に使う魚毒にも使われた。葉は、強い除虫効果を持つため、かつては農家において除虫に用いられていた。 沖縄県に自生する仙壇の抽出成分がインフルエンザウイルスを不活化させることが報告された。日本の以下の自治体の指定の木である。括弧表記はかつて存在していた自治体。仙壇の花言葉には意見の相違がある。仙壇は双葉より乾橋ということわざが存在するが、これは仙壇ではなく白壇を指す。落語の演目、100年目に仙壇が登場する。 戦断とその下に生えていた南炎層の関係についての古事を紹介するくだりがある。日本最古の和歌集である万葉集に収録されている恋愛歌の中にも戦断が登場している。平安時代の歌人、清少納言が枕の宗の中で戦断の花をおうちの花糸お菓子と書いて叩えている。おうちとは戦断の古名である。平安時代後期の平家物語では 壇の裏の戦いで捕らえられて切られた平宗盛、平清宗の不死が京都三条河原野で生首をかけられた木として登場。もともと京都の三国と右国の門外には大地の木が植えられ、ここに首をかけられていたという。この頃から江戸時代頃まで獄門になった罪人の首をかける木として意味嫌われた。白檀は香木で強い香りがあり、芽生えた時から香っていることから、 体制するものは、幼い時から人並み外れて優れていることの例え。伊藤歌詞は、枕の創始によく出てくる簡単を表した現代、語にはない語彙で、美しさや風情を感じるものに対して、とても美しい、大変おもむ気があるなどの意味を持つ。ありがとうございます。